はいえー、それではですね応用刑法解析講座の今度は総論編の方の第1回目の講義を行いたいと思います。えー、と応用刑法があの近時出版されましたのでこの講座は新しく出ましたこのテキストに従ってですね、えー、解説を進めていきたいと思います。全部でこれ32項ありまして授業回数が10回ということですから、まあ、大体 平均的には3項分1回の授業で3項分を扱っていきたいというふうに思います。本日はですね、えー、最小ということですので、まあ、因果関係をめぐる諸問題ということで、えー、お話をしていきたいと思います。具体的にはあの第1項それから第2項それからさらに因果関係のちょっと応用編ということで第6項のですね、まあ、遅すぎた構成要件の実現とこの3つの 問題を扱ってていいいきたいと思いますさて因果関係というとです、ねまあ、近似はもう危険の現実仮説で答案を書くということで多くの受験生がです、ねまあ、危険の現実仮説には、まあ、ある程度勉強が及んでいるんだがその反面相当因果関係説というものについては、まあ、ほとんどもうこれ学習しなくていいんじゃないかなということで勉強スルーしている人も多いかと思います。 でしかしですね、まあ、因果関係の基本をしっかり理解をし特にあの近似の司法試験の傾向を見ると、まあ、見解のの対立問題題いうのが出題されておりますでそうすると危険の現実仮説しか知らないということではやはりこういう新しい傾向の問題には対応できませんし、まあ、実は危険の現実仮説というのを まあ深く正確に理解するためにはですねやはり相当因果関係説のどこに問題があるのかということをやはり正確に理解をしておく必要があろうというふうに思いますしたがって今日の講義ではですねまず最初に相当因果関係説の危機の問題ですねテキストでいうと第1項ですがこの部分から説明をしていきたいと思います、まあ、授業のの進め方はあのいつもの通り レジュメに沿って説明をしていきたいと思いますそこで第1項因果関係をめぐる諸問題というレジュメを開けていただきましてまず最初のところをご覧いただきたいと思いますまずこの因果関係をめぐる見解の対立というのは、まあ、具体的には相当因果関係説対危険の現実仮説ということであります 受験生にとってはもう危険の現実仮説が当たり前になっているかもしれませんが、まあ、学会では必ずしも危険の現実仮説というのが多数説ではないのであって相当因果関係説を今なお を支持する見解も極めて有力で、え特に判例の取る危険の現実仮説に対しては批判的な見解もかなり多数あります。そういう意味で、このやはり相当因果関係説というものをしっかり理解をし、そしてなぜ判例が相当因果関係説を一旦はほんの一時期というか、まあ、具体的には米兵引き逃げ事件だけですけれど。 一回相当因果関係説の中の客観説を取ったかのように見えたんだけれど直ちにその相当因果関係説から決別をして危険の現実仮説によることになったその経緯ですねそしてそれがなぜかこういったところをやはりしっかり理解しておくことが必要であります。 あの論点の表面的な見解の対立あるいは論証の仕方だけ勉強するということではやはり近似の本格的な問題には対応できないんでやはりその論点をめぐるその見解の対立の本質論ですねここをしっかりと理解をしておいていただきたいということでありますでは以下レジュメに沿って解説をしていきたいと思います まず前提として二段階審査因果関係の判断というのは二段階審査をする必要性があるんだということであります。でその理由はあのご承知のようにです、ねまあ、因果関係何のために判断するのかというとこれは偶然,偶然的な結果について奇跡をさせてしまえないようにするためであります、まあ、そこのレジュメにもありますように、まあ、偶然的な結果というものは排除して、まあ、適正な奇跡範囲を確定していく。 これが因果関係のの判断の目的でありますで。そのためにはですねやはり事実的な因果関係を、まあ、まず最初に見てえつまり自己行為と結果の間の事実的なつながりというものを見てでその上でさらにそれを規範的な観点から絞り込むとい、まあ、わば予選決勝の2段階方式を取る必要性があるわけです。2段階の審査をしないとやはり偶然的な結果が排除できない。 適正な規制規範が確定できないということになるからであります問題はその2段階審査の 2段階目のところですね法的因果関係の判断の仕方については,では、まあ、かつては従来はです、ね、相当因果関係説という考え方しかなかったわけですがこれがその法的因果関係について相当因果関係説という考え方から、まあ、危険の現実仮説という新しい考え方が出てきてそして判例がその後者の方を選択をしているというのが現状であります。 でまず前提としてその相当因果関係説というものをしっかりと理解をしておいていただきたいわけであります相当因果関係説の特徴は一言で言えばこの二段階審査をしその法的因果関係の判断基準について相当性すなわちその行為からその結果が発生することが一般人の経験上相当と言えるかどうか。 という基準でこの法的因果関係を判断する考え方でありますで、その相当因果関係説の中にはご承知のようにまあ、客観説と接中説がありますで、やはりこの相当因果関係説の内部の客観説と接中説の違いというものをこれはやはりしっかりと理解をしておく必要があります でそのそれについてまとめたものが1ページの下の表のところでありますがこれをご覧いただきますとそれぞれの政通の最初のところに規範論というふうに書いてあって裁判規範あるいは行為規範という言葉が書いてあります。 この部分の理解というのが実は一番その見解の対立に一番本質というか見解の対立を遡っていくとです、ね、大体ここにたどり着くようになっております。刑法の問題というのはかなりこの規範,論をどう規範をどういうふうに理解をしていくのかというところにかかってくるわけです。すなわち刑法というのは裁判規範なのかそれとも行為規範なのかということをめぐる対立であります。 どういうことかというと刑法というのは裁判官に向けられたものなのかそれとも一般国民に向けられたものなのなかとということであります裁判官に向けられたということは刑法というのは裁判をする時のい、まあ、わば規範つまりルールであるという考え方であり行為規範というのは一般国民が行動する時のいわばルールこれをこういうふうに考えるのが行為規範という考え方であります。 で確かに刑法には裁判規範という側面と行為規範という側面の両面があることはこれ、誰も否定しないわけです。で問題はどちらを第一次的なものと考えるかということをめぐって見解が対立するわけで裁判規範説という考え方は刑法は第一次的には裁判規範である。 公益規範は第二次的なものであるというふうに考えるわけであります一方広域規範説というのは刑法は第一次的に広域規範であって第二次的には裁判規範であるという考え方でありますつまりこの2つの側面のどちらを重視するかというところの見解の対立でありますで、ところで刑法は裁判規範であるという考え方を前提にすると因果関係の判断というのは 裁判を行うときに判断できればいいということになりますえつまり行為時にえ行為時を基準に因果関係があるかないか何ということを考える必要はないのであって裁判を行うときに行為と結果の間のつながりがあるかどうかを見ていけばよいということになりますでその結果としてこの表の中の判断資料のとこですがえそであるならば行為時に存在するすべての事情を 及およびまあ行為後に生じた事情のうちまあ客観的に予見可能な事情というものを判断資料としていくべきだという考え方になります。まいう考え方にという考え方を本当に徹底するのであれば判断資料は行為時および行為後に存在するすべての事情というふうになるはずであります。でしかし、外側関係説の客観説はそこに書いてあるように行為時に関してはすべての事情と。 いうふうに見るのですが、恋語については、恋後の事情については、まあ客観的に予見可能な事情に限る。つまり、つまり、客観的に予見不可能な事情は判断資料に入れないという形で、少し裁判規範性を少しこう修正しているというところであります。そして、この考え方によれば、判断基準はこの考え方によって。 この相当因果関係の判断をする際の判断基準はこれは折衷説も同じで一般人の経験上相当と言えるかどうかという基準で判断していくことになりますが判断時点は今お話ししたように事後判断つまり裁判時の判断である行為時の判断ではないということであります。ここれれが客観説とという考え方でであありますでこれに対してはは刑法は公益犯であると いう,ふうに考えるわけですでそうすると判断資料がどうなるかこれはあの論理的に、えー、のこうなるはずだというのは皆さんお分かりいただけると思いますが刑法は行為規範であるというふうに考えると因果関係があるかないかの判断も行為のときに行えるものでなければならないということであります今ある人がある行為を行おうとするときにこの行為をしたらこういう結果が出るだろうそしてその場合因果関係が認められるだろうか。 とということを行為時に判断できるものでなければならないから、まあ、行為時に存在する事情あるいは行為後に生じた事情も含めて少なくとも行為時に一般人が認識が可能な事情でなければならない一般人が認識できないような事情をもとに判断するということでは刑法は行為規範にならなくなってしまうということであります。ただ 因果関係というのは結果について結果を軌跡させるかどうかという問題だから一般人が認識できない事情であったとしても犯人自身、行為者自身が認識していた事情はこれは考慮していいだろうと。 いうことで判断資料は一般人が認識可能な事情及び一般人は認識できなくても行為者が特に認識していた事情が判断資料に入るということになります判断基準はあ一般人がの経験上相当かどうかということであります因果関係の判断時点はいわゆる事前判断つまり行為時判断ということになります これが両説外因果関係説の内部における2つの考え方での対立ということであります。でこの対立が、まあ、例えば具体的な事例の解決においてどういう意味を持ってくるのかというあたりもしっかり押さえていただきたいと思います。でこれがレジュメでいうと次のページに参りますが判断,規定をめぐ判断規定をめぐる対立と。 いうことで、えー、ここではあこのテキストに載っている問題一の事例ですね老女布団無視事件という例の有名な最高裁判例をの事例を掲げております、えー、公は生活費等に給仕分以上に対し2万数千円を請求すべく交渉したところまあ強く反対されるなどしたため 激行し同女に暴行を加えて金を合取しようと決意し V の胸柄をつかんで仰向けに倒し左手で2三3 0秒ぐらい頸部を締め付け右手で後部を押さえたところ V が大きな声を出したのでさらにその顔面を夏布団で覆い布団の上から尾行部を23分くらい圧迫するなどして犯行を抑圧した上え V 所有の現金等を合取しその際暴行により V に 急性心臓死を弱気性しめて即時その場で死亡するに至らしめたという事案でありますなお部位の心臓及び循環系統には相当高度の病変が存在し極めて軽微な害によって突然心臓機能の障害を起こして心臓死に至るような心臓疾患の症状があったが部位の夫その他の近親者もかかりつけの医師も おそらく部位自身もそのことを知らなかったということであります。で、こういう問題であります。まあ、こうは強盗の手段として部位に暴行を加えて死亡させておりますので因果関係が認められれば強盗致死ということになるわけで、訪問ではこれは強盗致死の成否が問題となっているわけであります。で、この事例についてですね、 東京高裁は実は、相当因果関係説の中の折衷説をとっております。実は、判例はこれまで少なくとも折衷的相当因果関係説をとったことはないというふうに一般に言われておりますがそこでいう判例というのは最高裁のことでありましていわゆる裁判例にはなりますが東京高裁はこの事案で相当因果関係説の折衷説をとりました。 で接中説を取ると、行為時に存在した事情つまり被害者にこのような隠れた病気があるという事情については一般人が認識可能であるかあるいは一般人が認識不可能であっても行為者が特に認識していた場合には判断資料に入りそれが無理であれば判断資料から除かれるということになります。 でところで V さんに隠れた心臓疾患があるということはこれは一般人外形からはわからないわけでありますし問題文からによればおそらく V 自身もそのことを知らなかったと問題文に書いてありますからこれは判断資料から除かれます。 したがってそのような心臓疾患のない患者に対して問題文に書かれているような暴行を加えると死亡するということが相当かどうかということを判断することになりますがあ、まあ、高齢の部員に対して、えーまあ、犯行予告数に至る程度の暴行には達しておりますが、まあ、あの夏布団で、えーえー、顔の部分を覆ったり、まあ、多少、その。お 圧迫をしたりはしておりますが、まあ、一般的にはですね、えー、死ぬことは普通はないということでありますからこれは相当性がないしたがって因果関係がないだから強盗致死は成立せず強盗罪しか成立しないこれが東京高裁の判断でありますでこれに対して昭和46年の6月17日の最高裁は結論的に因果関係を認めたわけであります。 でただ、認めたわけですけれど認めたということは少なくとも相当因果関係説の折衷説だけは取らないと折衷説は取らないということは、まあ、明らかなわけですが積極的に客観説を取ったのかどうかということは分かりません。で最高裁自体はです、ね、その版紙を読んでみると こう書いてありますその暴行がつまり甲の暴行がですねその特殊事情つまり被害者の心臓疾患という特殊事情と相まって致死の結果を生税しめたものと認められる以上因果関係は認められるとこういうふうに判断をしています暴行がその特殊事情と相まって致死の結果を生税しめたというふうに述べていることからこれは当然その 隠れた心臓疾患があるという特殊事情をです、ね、判断規定に入れて判断資料に入れて因果関係の有無を判断していることは明らかでありますからこれはもう折衷説を正面から排斥したということになります。 したがってまあ結論的には,これは客観説の立場からはこの最高裁の判断は説明できますしまあただ、昭和46年の判例ですからこの当時危険の現実化説という考え方はなかったのでまあ強いて言うならまあこの判例自体は客観説によったものというふうにまあ判断されるのかそれとも条件説を取ったのか。 このあたりは不明でありますただ今日の危険の現実仮説はあの判断資料に関しては客観的に存在する全ての事情というふうに考えておりますそういう意味では客観的相当因果関係説よりも判断資料は広いと いうことでありまして危険の現実化説を取れば当然問題一この事例は危険の現実化が認められる事例であるということになりますさてとりあえず今我々は相当因果関係説そのものをとりあえずある一定のところまで理解しておこうという狙いでお話をしておりますがなので今の問題一はとりあえず接中説と客観説の対立点ということで この判例をを紹介をいたたししましたでこの折衷説と客観説にはあのそれぞれどういう問題があるのかっていうことをまとめたものが2ペーこの辺りもですね見解対立問題の過程でそれぞれどういう問題があるのかということを聞かれることがないとは言えないので一応それぞれの説の問題点を そこに記しておりますので、まああのその内容を一応理解しておいていただきたいということであります。まず接中説についてはですね、まあそもそも 刑法を第一位的に広域規範というふうに考えるのが適切かどうかという点はさておいてですねもう少し細かな問題としてそこに書いてあるのは因果関係というのは客観的な奇跡・帰属の問題なのに人によって因果関係があったりなかったりするというのは妥当でないという批判が折衷説にはもっぱら向けられております。 えというのは、折衷説というのは今お話したように、後遺者が特に認識していた事情を判断資料にしますからある後遺者はその事実を認識し別の後遺者はその事実を認識していなかったという場合は当然のことながら因果関係の判断の結論が異なってくるわけであります。したがって人によって因果関係があったりなかったりする。 因果関係って客観的なものなのに、この人との関係では因果関係があり、あの人との関係では因果関係がないっていうのはおかしいんじゃないかという、まあ批判であります。で、有名な事例としてですね、被害者がですね、まあ、血友病という病気にかかっているということを、まあ知っている。 犯人がですね、知っているものがその事実を知らないものにですね、まあ、軽い怪我を負わせるということを強殺したという事例がよく挙げられます。強殺された人間はナイフでまあ、普通の状態であれば。 すぐ血が止まる程度の軽い怪我を被害者に与えたところ実は被害者が血友病であったために血が止まらずに死んでしまったというような事案において折衷説を取った場合は被害者が血友病であるという事実を知らなかったその後遺者には相当性が否定されて傷害罪しか成立しない傷害致死罪は成立しないと。 いうことになるのに対して、まあ、それを知っていて、えー、その調査したものは、えー、についてはこれはあのそのものについてはその事実を知っていたんですから判断資料に入りますから因果関係が認められて傷、えー、害致死罪の調査班になるということで、えー、結局人によって因果関係があったりなかったりというそういう問題が起きるということであります。 で他方客観説に対する批判はその枠の中にありますが、まあ、最初の行為時に存在した全事情判断資料をすると条件説と変わらないという批判はありますがあその確かにこれに対してはです、ね、結果的に条件説と変わらないというだけであって条件説を取るということは因果関係をについて2段階審査をしていないということですが。あ 危険の現実仮説は、条件説とは違って、2段階審査をしたんだとで。2段階審査をした結果、結果がたまたま条件説の結論と同じになる場合が多かったっていうだけであって、常に条件説と結論が一致するわけではないし、2段階審査を行っている以上、たまたま結果が条件説に近い結果が出たから、あーその危険の、 現実化説を取るのは妥当でないというようなあのことにもならないし今危険のちょっと現実化の話にも行きましたがあの同じ批判が実は客観説に対しても向けられているということであります <laughs> 要するに公示に存在して全事情判断資料とするとまあ、結果的に条件説に近い形になるわけです先ほどの問題1の老女布団無視事件もこれは客観説を取っても 因果関係が認められるし条件説とっても因果関係が認められるもちろん危険の現実化説をとっても認められるということで、まあ、こういう批判は批判としてありますがこれは十分反論可能な批判であります。 これに対してその下の「行為時の事情」と「行為後の事情」の区別の困難性という点でありますけれどこれは先ほどお話したように客観説をとりますとですね「行為時に存在した事情は全ての事情を判断資料に入れるんだがまあ行為後に生じた事情については予見可能な事情に限るということなんだけれどある事情が行為時に存在する事情なのか行為後に生じた事情なのかというのは 必ずしも明らかではないのでありましてそういう意味ではこの2つを区別することはかなり難しいしそもそも2つを区別すること自体に合理的な理由が果たしてあるのかどうかという問題点があるということであります。さて以上まず折衷説と客観説の違いというものを見てまいりましたが。 実は、相当因果関係説においてです、ね、この行為時にその特殊事情があったような問題については折衷説と客観説で違いが出るという話をしましたが行為後に介在事情が存在するような場合には折衷、ね、説を取るか客観説を取るかということでそんなに大きな違いはないと。 いう,ふうに言われておりますでむしろ相当因果関係説を取った時に、えー、この「介在事情」が存在するような事,情を事例においてどうやって相当性を判断するのかこれが実は明確でないというのが一つの大きな問題点であります。えー、と今から括弧5と括弧6のところをレジュメに沿ってお話しますが。えー 1> この第1項の部分ではこの括弧5の部分と括弧6の部分が決定的に重要なところですのでこの今から説明する内容をしっかりと理解するように努めていただきたいと思います。 レジュメの3ページをご覧いただきますと問題2の下に囲みがあって「介在事情が予見不可能な場合の相当性の判断」ということで2つの考え方が示されております。でこれはあの問題2のような事例をどのように解決するかというところで影響が出てまいりますのでちょっと先に問題2の米兵事件を見ておきたいと思います。 公は友人オーツを助手席に同乗させて普通乗用自動車を運転中ですね。過、ま、失、あ、により V の乗っていた自転車に自社を衝突させて V を跳ね飛ばし自社の屋根に跳ね上げて意識を失わせたと。しかし公はこのことに気づかずにそのまま運転を続けたところ衝突地点から4キロメートル余り先でオーツが V に気づき その身体を屋根から逆さまに引きずり下ろし道路上に転落させたと V は頭部の打撲に基づく脳内出血によって死亡したがそれはそれが衝突時に生じたものか転落時に生じたものかは分からなかったとでこの事案において公に過失運転致死罪が成立するかというこういう問題であります。さて この問題を仮に相当因果関係説の立場で説明しなさいという問題が出てきたときはですね、場合分けをして説明をせざるを得ないということをまず正しく理解をしていただきたいということであります。なぜかというとですね、あ、その前にね、まず問題2のような事例あの問題文の末尾にありますように、えー、脳内出血による死亡 それが衝突時に生じたものか転落時に生じたものか分からなかったというまずこの部分の処理の仕方であります。で今この事例では甲の在籍を問うています甲自身がつまり車を運転させて自転車にぶつけてしまった甲自身の在籍を聞いている問題だ。でその場合、えー、じゃあ 公自身の衝突行為から死の結果が生じたのかそれとも同乗者の乙の転落させる行為から生じたのかわからなかったという場合はですね、えー、じゃあど,うどのようにして判断するのかというとここで疑わしき被告人の利益にという刑事裁判の鉄則を思い出していただきたいということであります。 どっちかわからない場合疑わしい場合は被告人にとって有利なように判断をしていくんだということでありますで、そうなるとこうにとって、えー、その死の原因が自分の衝突行為からあ直接死が生じたのかそれともオツの行為から生じたのかどっちがこうにとって有利かというと言うまでもなくオツの行為から死の結果が生じたという場合方がこうにとっては 有利とということになります従ってこの,ものこのような問題を解く際には、えー、この死の原因がはっきりしないこの事例においては少なくとも項の在籍を考えるときは乙の転落させる行為によって死の結果が発生したものというふうに仮定してその上で項の在籍を検討していくということになります。 したがってあの本門は「甲の在籍」聞いてますがじゃあこの事例で「乙の在籍」を述べなさいというふうに言われた時は今度は乙にとって有利なあ事情ということで考えるので乙の財政を検討する時は甲の衝突行為によって被害者が死んだ。 というふうな事実を仮定して、その仮定の下でオツの在籍を検討していくということになるんだということですね。まあこの点あのこういうこの点の問題の処理の仕方を確認をしておいていただきたいというふうに思います。